残念でしたねええー、歴史的な7連勝とはいきませんでしたが梅津さんすごかったったねいやーなんか出てくるピッチャー出てくるピッチャーもうんかズビズビズバズバー <laughs> すごいピッチャーばっかりでだって今日だってもう超アンラッキーなね失点じゃないですかあんなテキサスヒットでね。 でそれで負けちゃったったていいううのはしょうがない逆になんかすごい、まあ、相手の、ね、ミスで勝ってたこともあったんでこういうこともあるんだろうなって思いながらですけどでもそれでも何回もね、えー、勝てそうな空気っていうか雰囲気はねありましたけどいやまあ、えー、こういう戦い方を続けていけばいいんじゃないかと。ままだまだね、えー 予備戦力っていうんですか、えー、あるわけですし、えー、うちにはねまだまだ本気出してない選手たちいっぱいいるので、えー、ドラゴンズね、えー、来週また仕切り直して、えー、今までなかったことにしてね、えー、こっからまた、えー、行ってください。お願いしますいけいけドラゴン2